こんにちは、ホダイです。今回は熊山山頂に来ました。ただ一つめちゃくちゃ寒いです。ここまでのダイジェストをどうぞ。おはようございます。12月9日金曜日3時40分です。霧が見ね、最高らしいですね。よし、レッツゴー。iPhone の限界ですね。車山の、駐車場に着きました。で今5時29分なんで、日の出が、6時40分ぐらいなんで、ちょっとここから山頂まで40分ぐらいで着くらしいんで、もう早く着きすぎてしまうので、ちょっとここで一旦休みます寝まーす。いや寒い。じゃあまた。おはようございます。ただいま6時1分ぐらいなんですけど、霧ヶ峰に出発します。めちゃくちゃ寒い。いや雪がなくてアイゼンはいらないんですけど、滑る、怖い。気をつけていきます。ちょっとだいぶ明るくなってきました。で朝焼けの富士山です。あれ綺麗。山頂着きました。ギリギリ日の出には間に合いましたね。寒い。絶景です。
はいわゆるビーナスラインとこですね。今から帰りたいと思います。ちょっと今やりたいことはめっちゃ温泉に入りたい、お腹すいた、あとトイレ行きたい、早く帰りたいと思います。下山中です。ちょっとね、このスティックポールとヘッテンを頂上に置いてきちゃって、なんか2回頂上に登りましたが、すぐに頂上に戻れるってのも、霧ヶ峰のいいところですね。いやー歩きやすい今は。じゃあ引き続き下山してきます。あと滑る。これが噂のコロボロヒュッテ、なんか最近有名らしいですね。なんかビーフシチュー、シチューが美味しいらしいです。下山してきました。で、ちょっと下山中思ったんですけど、今日12月9日、なんとボーナス日で、今9時半なんで、ちょっとちょびっとした贅沢をしに行こうかなと思います。また後でー。とりあえず霧ヶ峰お疲れ様でした。さすが日本百名山であって、とても登りやすく、とても景色が良かったです。僕霧ヶ峰2回目なんですけど、1回目がもう本当にガスって何も見えなかったんですけど、今日は本当に天気に恵まれて、とても登山日和だったと思います。しかし一つ、ただただ寒かったです。もう顔がもう真っ赤っかです。ちょっとね、ぬくぬくと温まりながら、一回家に帰ってプチ贅沢しに行きたいと思います。また。
下界に降りてきました。まあ今日はボーナス日っていうことなのでね、贅沢その1。でシネマナイツに来ました。映画を見に行こうかなと思います。見る映画はできました。めっちゃくちゃ泣いた。スラムダンクぜひ公開中なんで見たら見てください。やっぱすっげーよかった。じゃあ次の贅沢へ。2つ目の贅沢の予定の、まあ、音声なんですけど、まあ、さすが花の金曜日どこも混んでいるってことで、近くの薬局屋行って聞き湯買ってきました。これでね紛らわせたいと思います。総括、まあ霧ヶ峰は最高でした。寒かったですけど、まあまたね登りたいですね。まあ 1900m ぐらいの山なんですけど、まあ、ちょっとこの冬 2500m 以上の山行きたいなと思っています。で2つ目、スラムダンク、これも本当にとても最高です。いやもう3回は見に行きたいと思っております。で金曜日の温泉はあんまり行かない方がいいってことを学びました。ここまで見ていただきありがとうございました。また次の休日でお会いしましょう。またねー。